リーヒ級ミサイル巡洋艦、リーヒ級ミサイル巡洋艦、リーヒ級ミサイル巡洋艦はアメリカ海軍のミサイル巡洋艦の艦級。基本計画番号は SCB-172。SC 1958.9年度計画のミサイルフリゲート DLG として旧席が建造され、1962年より収益を開始した。その後に伴って、 ミサイル巡洋艦に再分類され、これにより、本級はアメリカ海軍史上最小のミサイル巡洋艦となった。第二次世界大戦後の駆逐艦としては、1946年10月の駆逐艦研究会での検討結果を踏まえて、まず1948年度計画でミッチャー級が建造された。ただし同級では、基準3600トン。 全長149メートルまで大型化していたことから、1951年、こちらは対戦巡洋艦として建造された、ノーフォークと共に共同駆逐艦、後のフリゲートに格上げされて、通常の駆逐艦とは区別され、艦隊駆逐艦としては、1953年度計画より、比較的小型、安価なフォレストシャーマン級の建造が開始された。その後、 1954年5月、海軍の長期計画の策定にあたる、シンドラー委員会は、ホレストシャーマン級のような量産向きの汎用艦よりは、強力な堪能艦を整備するよう勧告した。また、議会の意向もあって、1956年度計画より、次世代の高速艦隊護衛艦、として、ミッチャー級の系譜となる、ファラガット級の建造が開始された。同級は、 当初、ミッチャー級と同じく54合計 127mm 速射砲を主兵装とする放送型防空艦とされていたが、建造途上でテリアミサイルを搭載するミサイル艦に変更された。これにより、同級はアメリカ海軍初の心臓ミサイル艦となった。1956年5月31日、長期的検管計画委員会のサンダース委員長は、 九百五十八年度以降の計画で建造されるミサイル艦は艦守備にミサイル発射機を搭載するいわゆるダブルエンダー配置を採用するように勧告した。これに応じて九百五十八年九百五十九年度計画で建造されたのが本級である。艦船局ではファラガット機をもとに発展させた朝鮮首脳型の船体に同級の手機を組み合わせた。 エイアンとノーフォーク DL-1 を元に発展させた戦隊にファラガット級の手記を組み合わせた B アンとが作成された。B アンの方がミサイル搭載数は多かったが速力の面ではエイアンの方が優れていた。またコスト面でもエイアンの方が優れていたことから最終的にこちらが選択された。本級では航続距離の延伸と式統制区画の拡大が 要請されたことから、ファラガット級と比して線形は大きく拡大された。また、艦首側の MK10GMLS を波浪から守るため、艦首にはハリケーンバー構造が採用され、顕著なナックルが設けられている。また、本級よりマストと煙突を一体化したマック構造が採用され、以後の DLG でも踏襲された。上記の経緯より、手記は第一世代。 BLG である、ファラガット級のものが踏襲された。同級においては、ミッチャー級以来の蒸気圧力、温度摂取510度の高圧高温ボイラー、いわゆるトエルベフンドレッドパウンダーが、踏襲されていた。また蒸気タービンとしても、高、中圧タービンと低圧、高深タービンの2射出を備えた二動式、二段原則の、ギアードタービンが引き続き採用された。 ボイラー二貫とタービン一機をセットにして、両弦二軸を駆動するため二組を搭載しており、機関配置としては、監首側から、全部艦室、全部機械室、後部艦室、後部機械室が並ぶシフト配置とされてた。また本級では、ミサイル装備の強化に伴って、電源も強化された。出力 1000kW のタービン発電機4機と共に、 出力3 0 0ットのガスタービン発電機とディーゼル、発電機が一機ずつ通された。またその後の回収の際に、電源容量は6 8 0 0ットに強化されている。3次元レーダーは、アン、SPS-39。対空捜索レーダーは、アン、SPS-37 ないし、アン、SPS-43。 対水上操作用レーダーとしては、アン、SPS-10 とファラガット級の構成が概ね踏襲されたが、一部の、艦では三3次元レーダーは、アン、SPS-52 に更新された。またソナーも、機種は、同じアン、SQS-23 だが、上記の通り、本級より、バウドームに収容して搭載する形態とされた。その後、 次世代防空システムとして開発されていた台本の開発トンザを受けて1966年度より本級を含む既存の防空艦の能力を向上させる AW 改修が発動されることになった。本級の改修は1967年から72年にかけて行われ戦闘式書 CIC には海軍戦術情報システム NTDS が導入されて自動化が図られたほか、3次元レーダーも、アン、SPS-48 に更新された。また1980年代以末には、さらにんちょ回収が行われ、NTDS の戦術情報処理装置は、更新強化が図られたほか、アン、SPS-48 はアン、SPS-48E に、また対空捜索レーダーもアン、 SPS-49 に更新され、アン、シス -2 追尾処理装置との連接が図られた。1956年10月に発出された爆量要求では、本級は高速機動部隊の直江艦として、対空、対水上、対戦の任務を遂行することを求められた。この要求にもかかわらず、本級はアメリカ海軍のフリゲート、DL としては唯一、 対水上打撃戦任務の艦砲を持たない艦級であり、対艦兵器としては、核弾頭装備のテリアミサイル及びアスロックを用いることが想定されていた。対空兵器としては、テリアシステムを装備している。その発射機である MK10GMLS は、艦の前後に2機が配置されているが、このようなダブルエンダーの武装配置は、本級で初めて採用されたものであった。 発射機の背後には、それぞれ主艦パ単価に4層分の高さを確保して、3シリンダー、各20発式の発射システムが設けられた。4層のうち、最上層が組み立て、装填区画、下3層が、弾子とされており、弾子から上層に輸送されたミサイルは組み立て、装填区画で、フィンの装着など、最終組み立て措置を受けた上で、ミサイル発射機のレールに向けて送り出される。また、 ここで用いられる艦対空ミサイルとしては、当初はテリアが用いられていたが、AW 回収により SM-1ER、また単調回収により SM-2ER の運用に対応した。また、対戦兵器としては324立方ミリメートル連装魚雷発射管に加えて、アスロック対戦ミサイルが搭載され、これらを指揮するため、低周波、大出力の案、 SQS-23 ソナーと MK-111 水中攻撃式装置、UBEFCS が搭載された。1967年から1972年にかけて全艦が海軍戦術情報システム NTDS を搭載したが、当時のコンピュータはかなり大型であり、艦の主要部がこれらの電子機器によって占拠されることになってしまった。最初の三隻は、 バス鉄工所で建造された。続く2隻は、ニューヨーク造船所で建造され、残る艦は、トッドパシフィック造船所、サンフランシスコ海軍造船所、ピュージェットサウンド海軍造船所で建造された。また1959年度計画で建造された、ベインブリッジ、アセスベインブリッジ、CGN-25 は、動力が原子力推進である以外は、リーヒ級と同一である、 1990年代前半に全艦が退役、除籍され廃棄のため海事局に移管された。9席のうち2席が国防予備船体の一部としてカリフォルニア州のサスウーマンに係留されている写真 Google マップ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。